これはちゃんと横浜市に申請して保証金を積んで、番号を取得して買います。で買ったものは、だいたい3日後払い。あ、あ、そう、いいですね。現金で。この前ここに乗せてもらったんです。行きたいなって乗れないと思って乗ってもらったんです。安いね。で、あ、一緒に。あ、いいですね。アイパイ買うんですか。で、エルマン。結構。あー。ここで来てくださった1本だけ70円から80円くらいで、まあ、受けていくから、うちらの友達来るときに、50円とか。で、受けていくから、まあ、1が行けば、もし、中星は当時に来て、例えば、2円から700円くらい。あ、こっちなんだ。こうじゃなくて、こうなんだ。22、3。3だ。4。4。で、6だ。あ、もちろん。で、片手だけで出てる。6。8。8みたいな。で、あ、違う。120円。130円。手で130円。手で150円。甘みが出るので、ね、やっぱりね、一回船で来てるよっても大きいから、うん、来て全部、まあ、冷蔵庫入ってます。一回順番出すから、ね、痛いの出ます、うんうんうん、これは順調、うんうん、あ、そりゃそうですよね。一個値段とかもありますよね、うん、トランさん、うん、もうなんだろう、海外から来るから、カビが生えない状態では、うん、来てはいる。うるさいからあんまり使えないじゃないですか。月に強い薬とかね、うるさいとか、まあ、これが現状です。海外ってあの箱、その船便なんで、だからそれよりそのああいうコンテナの方が強いみたいですね。あ、見やすいですよね。はい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 。これと開けなきゃわかんないですから、ね、そう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 、見てるってことですよね。こういう風になんか全部、うん、ここにね、ちょこっとね、開いてる、ほら、ちょっとなんか確認したやつみたいな、なんか、これもなんか。で、安いとこは、ほら、八百屋さんで、ほら、傷の安いものって、弾き出しが安く出してます。なるほど。で、これもなんか、あれだ、傷になってるってやつなんですね。これなんか、へこんでるっていうか、なんかこう、こういうのもちょっと、別にしてるっていう。安いんですよ。なるほど。安いんですよ。あ、
はあの愛犬とか愛猫ちゃんを紹介するキャンプとかありまして、でそこにですね、無料で自分のですね、可愛いワンちゃん、猫ちゃんを紹介するところがあるんですが、ちょっと今ね、なかなか募集が、集まってないのがちょっと事実で、もしよかったら、ぜひね、浜町沿線ダイアリー、この辺にタワー、線ダイアリー、この辺にタワー、URL 出ると思うんですけど、そこに、いや、ぜひね、投稿してくれたら嬉しいな、URL 出ると思うんですけど、そこに、いや、ぜひね、投稿してくれたら嬉しいなっていう、ご協力のお願いも。させていただければと思います。じゃあ、そうですね、やっぱりワンちゃん猫ちゃんやっぱりなかなか手前味噌ですが。